さて今日はですね8月20日日曜日ということで、まあ、休日でもありますし、今日はね何の日かと言いますと8月0820で親父の日らしいんですよ。親父ってあの父親の親に父親父の日らしくって、なんかたまにあのご自身のお父様の呼び方を親父っていう方いらっしゃるじゃないですか。スタッフさんは何呼び派ですか？親父って言います？あ、言わないですか？なんて、あー父さんいいですね、いい普通ですか？鬼太郎って呼んでますあ、おとんっていう方もいらっしゃいますよね。おとん女の方多いですね、確かに。あ、おとんかも、おとんな気もしてきた父上。いや私はちっちゃい頃はパパじゃないですか、パパから始まるじゃないですか。パパから始まりで強制されるんですよ、お父さんと呼びなさいもうそう、もう大きくなってきたでしょ、お父さんって呼びなさいって言って、はいってなってお父さん呼びます。そこからもう高校ぐらいになってくるとパパに戻りますもういいかと思ってパパみたいな。でそこからそれがなんか変化して現在はパピーでございますパピーって呼んでパパ呼びでもなくなってきてるんですよ。でも周りでパピーって呼んでる人は全然見なくてそうなんですよ、皆さんどうって呼んでるかなと思ってちょっと不意に気になってしまって、父の日とか言うけど父とは呼ばないですよねあーにゃ父父と母、そうそうパピーってパピーとパパと、あとなんかもねあった気がするな、パピー、でもパピーかパパかな、だから最近はもうパピー、あマミーなんですよ、お母さんはマミーなんですよお母さんもママから始まりお母さんに強制されママに戻り今マミーですなんだか変化をして現在マミーに落ち着いてるんですけども、マミーパピーで、お兄ちゃんはニーニーお兄ちゃんは小さい頃兄ちゃんって呼べなくてニーニーで、そこはずっとニーニー、ニーニーはニーニー、ニーニーのことはニーニーと、あとなんかねあだ名つけたんですけどね忘れちゃった、なんでつけたっけな、あれ、あーなんかでもその時の流行りのワードみたいなので呼んでたこともあったかもしれない、そうそんなね私も素敵ながらそう22じゃなくて22なんです、22 何でもええわっていう感じですけども、今日は親父の日ということでお父さんに連絡してみようかな、親父って連絡してみようかな急にパピーって呼んでたのに親父急にみたいなびっくりされそうですよねそう関東行ったら親父になったってこれ本当に娘ってなりそうですよね、違う人が打ってんのって思われそうですけど、ちょっとドッキリでやってみようと思います、あの家族ラインでみんなの前で親父って、やってみよう、ちょっとあの結果報告しますねさてここまでお父さんの呼び方についても見ていきましたけれども、お父さんにも伝えたいそんな今日のお天気見ていきましょう。